こんにちは、 KTK 高速大量回転法のうつです。今日はですね、ちょっと皆さんの思考の質ですね、思考のスピード、そして質をちょっと上げるためのヒントをね、ちょっとお伝えしようと思います。で、私は高速大量回転という速読法、勉強法っていうのをお伝えしてますが、それはなぜ効果的かっていうところの、それを追求するとかですね、都市圏勉強なんで、記憶、脳ですね、脳の記憶のことを考えたり、調べたりうちにしてるうちに、ワーキングメモリーということの大事さっていうかね、それを知ったわけですけども、私の本で、最近の本だとワーキングメモリーっていうのをね、かなり書いてますので、私の本を読んでいただける方はご存知かもわかんないですが、このワーキングメモリーっていうのがですね、この我々の脳の、情報処理の中枢なのでね、それをいかに効率的に使うかっていうことが大事になります。で、それを、有効に使うためには、そのワーキングメモリーっていうのが容量が少ないのでね、そこから不要な情報を出す、ね、そこに不要な情報を入れない、そしてできるだけワーキングメモリーを使わないでも処理できるっていうかね、記憶を使えるようにするっていう、この3つが大事なんですけども、その中で特に一番簡単にできるのが出すっていうことなんですね。ワーキングメモリーから情報を出すと。で、出すために一番簡単なのが、シンプルに言うと書くっていうことなんです。こうやって話すこともそうなんですけど、一番いいのは書くっていうことですね。で、書くことによっていろいろ整理されたり、アイデアもどんどん出てくるっていうことで、で、これについてはですね、数年前にベストセラーになったゼロ秒思考というですね、赤羽裕二さんというマッキンゼー出身のコンサルタントの方が、本に書かれてですね、そのたくさんこうどんどん書くというですね、とにかく書くという、ね、かなりベストセラーになったので実践されている方も多いと思います。私もね、赤羽さんの本を読んだり、ワーキングメモリーの働きを知ることで、それからもう昔も書いてたんですけども、どんどん書くようになってですね、一気にこう生産性、本を書いたりですね、いろいろ書くす考えるスピードがすごく生産性が上がったなと思ってるんですが、で、さらにですね、それをスピードアップさせるツールっていうのがあるなということで、最近使い始めたんでね、ちょっとご紹介したいと思うんですが、皆さんご存知ですね、これ、iPad ですね、iPad。私、正直こうタブレット型、iPad もそうですけど、タブレット型を使い始めたのは、本当、先月からなんですね。で、今までは使ったことなかったんですが、ただ4月だったと思うんですが、2ヶ月ほど前にあるトレーニングを受けた時に、横で受けた方が、受けるというか、オブザーブされた方なんですが、その方が手書きでですね、この、iPad だと思うんですけど、タブレット型にとにかく書かれてたんですね。これ便利だなと思ってですね、でこの間買いました。で、実際にこれやってみるとね、非常に便利ですね。で、とにかく書き出すっていうことで、私の場合はもう白紙の紙ですね、 A4 の白紙の紙にとにかく、私の場合は鉛筆だったんですけど、鉛筆で携帯製の鉛筆削りでですね、とにかく書くっていうことをどんどんやったんですが、どうしても紙がたくさん溜まっていくんですね、整理がつかないということで、ちょっとね、それが困ったんですが、ただこの iPad 非常に便利ですね。こんな風にしてこう手書きでできるわけです、手書きで。で、要するにもう整理の必要ないですよね。もうファイルでもちろんタグつけたりとか、そういう工夫は必要ですけども、これやるとですね、本当にこう実際のこう手書きの感覚でですね、まさに書けるんですね。本当にこれは本当に実際ね、もうもちろん iPad 使ってる方はね、そんなの今更と思われるかもわかんないですけど、これ本当にこうね、手書きでどんどん書けるの でやっぱりこう制約、容量とかの制約気にしなくていいっていうかね、整理の手間を考えないでいいということで、どんどんまたさらに書くようになるんでね、もちろん電気はいりますけど、非常に便利だなということで、ぜひこの iPad とね、当然この Apple Pencil っていうのが必要になりますけども、これ使うとかなり生産性上がっていって、思考の量、スピードですね、そして質も上がっていくんで、ぜひこれ使ってもらったりします。もちろんまずはね、白紙の紙、鉛筆とか好みのペンでどんどん書くってことをやられたらいいと思いますけど、ぜひちょっと書くってことで書き出す、特にこういうねツールも使ってやっていただくといいんじゃないかなと思います。参考にしてください。